はい、それでは始めてまいりたいと思います。2017論文本試験を切るですね、始めてまいります。民法を担当いたします歴政認講書の豊岡です。どうかよろしくお願いいたします。で、今説明ありましたように、私の方から民法について、約20分間ですね、今年の本試験問題の解説をいたします。で、本当に皆さん、なんか懐かしい顔もあれば、ちょっと新しい顔もあって、なんか非常になんか嬉しく思います。また全国の受験生の皆さんですね、本当に今回の論文本試験お疲れ様でした。本当にご苦労様でした。で、今年の民法の問題なんですけども、私が見る限りかなり基本的な問題に変わってきているなと。で、皆さんご存知の通り、2年前に国交省が短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのを行いました。で、さらに昨年ですね、国交省が論文試験の発表の日にですね、民法についてこのような発表も合わせてしてますね。権利関係が過度に複雑な事案の出題を抑制する。まさに今年の本試験問題であったんじゃないかなと思います。今回初めて受けた方あまりピンとこないかもしれませんけども、去年の本試験問題と比較してみると明らかに問題文が少なかったんですよ。かなり減ってます。で、さらには1問目2問目のそれぞれ設問1で条文を当てはめるだけの問題も出てますね。1問目の設問1ではこの後見ていきますけどもね、この危険負担の、ね、条文やりましたね。これね、この後見ていきますけども、536条の2項です。当てはめるだけ。さらには2問目の設問1も110条、表現代理、これもやりましたね皆さんね。これを当てはめるだけ、ね、私この1年間条文を当てはめる問題絶対出ますよっていろんなところで喋ってきたんですけど、まさにその通りになりました。で、またさらにそれぞれ設問の2の方ですね、第1問目第2問目それぞれ設問の2の方ではもう典型基本論点と言ってもいいような論点がそれぞれやっぱり出ました。その意味では国交省が目指している鑑定士の民法のいわば完成形と言っていいような問題が今年出たんじゃないのかなと。したがって皆さんの中でね、もう今年論文自信があるよって方はいいんですけども、もうすでに来年を見据えてね勉強するよっていう方はぜひ今年の民法2問とも大事になさってください。来年の本試験問題を予想する上で格好の材料になります。おそらく来年も条文を当てはめるだけの問題プラスどんなテキストにも載っているような超典型論点基本論点を出してくると思いますんで、ね、ですから今年の問題、ね、ぜひ大事になさってみてください。じゃあちょっと中身を見ていきますね。で、レジュメですね、こちら本試験を切る教養科目の方のレジュメをちょっと開けてください。で、まず1ページ目問題の1番、1問目ですね、こちらを見ていきたいんですけども、ちょっと大きくしますよ。皆さんこれ本試験会場でね、この1問目これ問題も読みになった時にまたかと、また請負いかと、そういう印象を持たれた方結構いらっしゃると思います。実は昨年請負いの担保責任がやっぱり1問目で出てるんですよ。で、私もね、これ問題文受け取ってみたときにまたかと。で、さらにはこれ設問1の方ですけども入っていきますとね、これちょっとアンダーライン引きますよ、ここですね、ちょっとちっちゃいね、設問1のところで出題者は B は A に対してどのような請求ができるかを聞いている。したがってこれね、頭が真っ白になっちゃった方は請負いの担保責任を連想したかと思います。これがね、これ B は請負人でしょ、 A は注文者に対して報酬請求ができるかで聞いてれば結構皆さん落ち着いて
これ危険負担の問題であることはね、結構容易に気がついたかと思うんだけど、どのような請求ができるかってことで、おそらく中にはね、去年の請負の担保責任、これを思い出して、あれ損害賠償かな、解除かな、ね、その辺をちょっとこうね考えちゃった方いらっしゃるかと思います。ちょっといやらしいですね、これね。これね、私としてはこれ報酬請求で素直に聞いてほしかった。でこの設問1につきましては、さっきも申しましたようにね、ちょっと裏のページご覧ください。2ページのこちら条文です。こちらね、536条のちょっと印つけますよ、2個、これを聞いてるだけです。ちょっと読みますよ。債権者の責めに期すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付を受ける権利を失わない、ね、これ問題文見ると、これね、ここ注文者 A のこれ非の不始末です。いわゆる債権者の期責事由に基づいて、このお伝て物のこれね、完成が履行不能になっているということで、まさにこの536条2項の前段です。前段の知識を聞いている。でさらには本門は後段の知識も聞いているって気がつきましたね。これ問題文見ていただきますと、ここね、あとここにちょっと印つけますよ、あと200万円分の内装工事を施せばということで、結局これ200万円については B は出費をしなくて済んでる、その意味では得をしたんですよ。したがってこの536条2項の今度後段、この場合において事故の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。まさにこの536条2項の前段と後段を直接適用するだけの問題です。で、皆さん書きました、これ。これね、私去年うちの公開模試で出したんですよ。したがって去年うちの公開模試受けた方はまだご記憶にあり、ちょっと首をひねってる方もいますけど、ありますかね。これ受けてた方ね、それはそういう方は気がついたかと思うんですけど、じゃあ受けてなかったら全く分かんなかったかと、そんなことないんですよ。で、私いつも言ってますようにね、論点が分からないときは条文、掲載されている条文を見てくださいねっていつも言ってるでしょ。で、レジュメの3ページちょっとご覧ください。条文です。こちら見ていただくと、請負に関してはこの632条と633条、この2箇条しか上がってない。さっき言った担保責任の規定上がってません。そこでちょっと落ち着いて、あ、これ完全に担保責任じゃないや、だって関連条文として上がってないもんということで、冷静に今度左の方の条文見ていただきますと、さっき皆さんにお話をしたこの危険負担の条文が出てくる。したがってね、公開もし受けてた方はね、去年ね受けてた方は容易に気がついたかもしれないけど、受けてなくてもこの掲載している条文を参考にして、ね、危険負担で2項の前段後段を当てはめるだけ、ね、それで答えを出すことはできたかなと思います。ただね、さっき私この設問の1ね、ちょっと聞き方がちょっと難しいね、これ報酬請求という形で聞いてくれればってことを言ったんですけど、さらにもっと言うと、なんで今年のこの問題1の設問1をね、この知識を請負で聞いてきてるのか。私去年この条文の問題出したけど、私はちゃんとね売買で出しました。皆さんがすぐに気がついてくださるであろう一番わかりやすい典型契約である売買で出した。なんでね去年の本試験問題をね想起させるような浮世絵で聞いてくんのか、ちょっと私は下せないというか、おそらくこれね被災されたの、あの早稲田の秋山先生じゃないかなと思うんですね。いろんな傾向を分析してみると、ちょっと火遊びが過ぎるんじゃないかと私は率直に感じました。売買であってもこの536条2項の条文知識を聞くことは十分可能です、ね、ですからちょっと
ね、受験生の負担も考えていただきたかったかなと、そんな感じです。で、続けて、2問目、設問2の方ね。これはもう、典型論点。書けましたよね。こちら。でね、ちょっと注意点申し上げます。で、このね、設問の2の方なんだけど、出題者ですね、こちら、どこ聞いてるかっていうと、私ね、いつも言ってます。必ずこれ、出題者が聞いてるところにアンダーライン引いてください。これに全く関係ない結論書いても点数つきませんからね。これ、A の D に対する立ち抜きの請求認められるかを聞いてるわけだから、結論としては認められる、あるいは認められないの、二者択一しかないんですよ。他のこと書いても点数つきませんから。ね、で、これ見ていただくと、D は転職人。で、A は賃貸人。で、いきなりこのね、聞いている AD 間の議論に行かないでほしいんですよ。まずは前提として、この AC 間ですね。AC 間の議論をきちんと論じてください。これね、これ事例見ていただきますと、いわゆる天体釈です。ちょっと図書きますよ。こちらね、ちょっと大きくしますよ。で、これ見えますね、これね。出題者は、これ A の D に対する立ち退き請求を聞いてるんだけども、前提として AC 間です。AC 間の賃貸借の解除が有効か。これを書いてほしいんですよ。書いてほしいの。なんでかというと、もしこの AC 間の賃貸借の解除が無効。ね、言い換えると AC 間の賃貸借が存続するっていうんであれば、これを前提とした CD 間の転貸借も存続するからです。したがって A の D に対する立ち退き請求は認められないということになりますからね。出題者は確かに AD 間を聞いてるけども、まず前提として AC 間、ここの賃貸借契約の解除の有効性を書いてください。で、ここでは皆さんご存知の信頼関係破壊の理論です。信頼関係破壊の理論を書いてください。書きましたね。で、一点ちょっと注意点申し上げておきますと、この信頼関係破壊の理論を書いて事案に当てはめるときに皆さん悩みませんでした？本件事案が果たして信頼関係を破壊したと言えるか否か。賃料は3ヶ月分しか滞納してない。それに対してこの C は A に対して5ヶ月分の敷金を差し入れてるんですよ。十分添保されます。3ヶ月分の滞納なんか。だから、果たして信頼関係の破壊があったのかどうか。これは、ぜひ、ちょっとね、悩みとして書いてほしいんですよ。一応私の方でね、ちょっと回答例ご覧ください。一応これは、レジュメの6ページですね。レジュメの6ページの一番上。こちらです。一番上ね。ちょっと文章途中になっちゃってますけど、この辺で一応示しました。これね、十分敷金で担保できる、だから信頼関係破壊できてないんじゃ、されてないんじゃないの、ね、でもなんですよ。注意点っていうのはここじゃないんですよ。ここでもし信頼関係が破壊されてないというふうに結論付けると、次の論点が出てこないんですよ。皆さんご存知のこの解除、催告なくして転職人に対抗できるか、最後の論点が出てこない。で、次の論点が出てこなくなるような結論っていうのは受験対策上ご法度なんですよ、ね、出題者は明らかに次の論点聞いてる。じゃあ次の論点ってどこで聞いてるのかっていうと、問題文もう一回1ページ目ご覧ください。問題文の下から数えて2行目3行目です。問題文のこれ下から数えて2行目3行目、ここ見ていただくと、転職人 D は C が A の賃料支払いを怠っていた。これ知らなかったんですよ。知らなかった。ね。じゃあ、転職人 D さん、かわいそうじゃないですかと。この価値判断が働いています。当然、出題者聞いてますんで。ね。ですから、皆さんの中で信頼関係破壊の理論を書いた。その時に当てはめで、信頼関係はまだ、ね、破壊されてないというふうに書くと、次の論点でできる。来なくなっちゃいますから、破壊されたとちょっと心を鬼にして書いてください。で、皆さんの中でね、いや先生これ実務的にいけばね、信頼関係なんか破壊されてないよって方もいると思う。でもそれは
ね、受験戦略上はちょっとご自分の意見引っ込めて、ね、ここは無理くりでいいから認めてください。いいですね。設問については以上です、ね、で次今度2問目いきますけども、2問目の方これはもうほとんど説明いらないかなと思います。レジュメの7ページ開けてください。もうこれはもう典型論点ですね。設問、7ページ問題の2番で、設問の1についてはこれはもうね、表現代理110条、大丈夫ですね、これね、皆さん書けてますね、これを書いてください。いいですね。でさらに設問の2の方では、これは時効完成後の第三者の論点、いいですよねこれね。だから全然もう難しいような論点はほとんどありませんのでね、だけどね、これもちょっと申し上げておきますと、こういう基本論点であればあるほど些細なミスが大きな点差を生みますから、ね、ですから今後ね、おそらくというか、まず間違いなくこういうね、基本論点をベースにした問題が続いていくと思うけども、なおさらこの論証はね、細心の注意を払って正確に押さえるようになさってみてください、ね、一応まあこんなところです。一応ね、民法についてはそれほど難しいところないと思いますけども、この後ね、他の科目いろいろ皆さんお聞きになりたい点があると思いますんでね、一応これで民法を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、レックス専任講師森田隆一です。私の方からはですね、経済学をお話しさせていただきますが、お話しする内容は3点で、まず合格ラインですね、どの程度書ければですね、合格できるのかなっていう、その合格ラインをお話しさせていただきまして、で次にですね、レックがどれだけ的中させたのかっていうね、レックの教材がどれだけ当ててるのかっていうことをお話しさせていただきまして、で解説模範解答、ありますけども、ちょっと分かりにくいところもありますので、一部ねマクロ経済学のところで補足の説明させていただくというこの3点ですね。ではですね、早速なんですけども、ですね、ページで言いますとですね、ミクロから参りますが、17ページになりますね、17ページミクロ経済学というところなんですけども、ごめんなさいね、ミクロ経済学なんですけどね、こちらになりますが、おそらくこちらはですね、出題傾向から判断しまして、藤原徹先生ですね、こちらの方が作られたのかなというふうに思いますけれども、まず難易度ですけどね、極めて標準的な内容ですね。後ほどお話しさせていただこうと思いますけど、結構その公開模擬試験だとか、あるいは直前期のですね、私の講座で扱ってた外部性ということで、皆さんも予想してたかなというふうに思いますけども、私がやってる方がもう数段難しいですから、もう本当になんかこうやっててですね、なんかこう拍子抜けされた方なんか結構いらっしゃったのかなというふうに思いますけどね。じゃあちょっと一つずつ見ていきますが、まず括弧1番ですね、丸1というふうになってますけど、市場金庫の場合において、市荷重ですね、市重損失、デッドウェイトロス、これを示しなさいということで、こちらも本当に極めてですね、標準的な問題ですよね。市荷重を求めるという問題も私の講義ではもう嫌というほどやってきておりまして、例えば、ですね、直前期ですね、公開模擬試験になりますけども、後ろの方にですね、的中どれだけしたのかっていうのが、あるんですけどね、そちらちょっとお話しさせていただきますと、29ページで、全日本公開模擬試験第2回ということで、外部性を扱わせていただいたんですね、外部不経済29ページですね。で、29ページで扱いましたけども、こちらの方がね、もう圧倒的に難しいですよね。排出権取引という、結構経済学でも、ハイレベルなお話をね、私の方で公開模擬試験にやらせていただきまして、こちらでももちろんね、デッドウェイトロスだとかそういうの聞いてますけども、こっちの方が非常に難しいので、こっちを練習直前期にね、してた方は、結構取れたんじゃ、本試験でね、結構取れたんじゃないかなというふうに思いますね。で、あるいは、こちらでも練習しました、穴埋め計算問題を切るというのが30ページにありますけども、こちらでもですね、歯科重の問題も入っておりますし、後ほどまた触れますピグー税というね、外部不経済を乗り越えるための一つの対処法としての、対処法がありまして、それピグ税というふうに言うんですけども、そちらもね、30ページでやって直線期にやっておりますので、こういった問題をねやられてた方は結構できたのかなというふうに思いますね。
でもごめんなさいね、またちょっと戻りますが、17ページですけれども、で丸2番の方は、まあ、今さっきもちょっとお話しましたけど、ピグ税のお話ですね、17ページの丸2番ですけど、ピグ税のお話で、まあ、これなんかもね、ちゃんとグラフをかけてれば、まあ、非常に、まあ、取りやすい問題だったのかなというふうに思いまして、まあ、従いましてね、まあ、丸1番と丸2番に関しては、これ問題1は括弧4までありますけども、ごめんなさいね、括弧2までありますけど、合計で5題なんで、まあ、おそらく、1つにつき20点かなというふうに思いますけども、まあ、括弧1の丸1、丸2はですね、まあ、これ全部ちょっとできてほしい問題なのかなというふうに思いますね。まあ、だから20点、20点、まあ、それぞれ丸1、丸2振られてるとすれば、まあ、ここの時点でまあ40点取っていただきたいかなというふうに思いますけどね。で次のですね、丸3番なんですけども、これももう本当にもう標準的すぎる問題で、需要の価格弾力性という言葉でね、弾力性というまあ概念は非常に経済学ではですね、もう大好きというか非常に重要性の高い言葉ですから、私ミクロでもマクロでもね、いろんなところで問わせていただいたと思いますけども、需要の価格弾力性を今回聞いてきたということで、丸3番もまあしっかりとね、これ書いていただきたい問題かなというふうに思いますね。これもまあ20点もし振られているのであれば、まあ、しっかりと完答していただきたい、そういった問題になります。で次の丸4番ですけどね、こちらは需要の価格弾力性の計算問題ということで、まあ、こちらは計算過程なんかね、もうおそらくそんなに難しい問題じゃないので見てくれないかなというふうに思いますので、ズバリこれ20というのが正解だったと思いますけども、まあ、それを答えていただきたいかなということで、まあ、こちらなんかも私ね、当てておりましてね、例えば31ページなんですけど、まあ、総ざらいに、ね、ちょっとなってしまったんですけどね、31ページちょっと見ていただければと思いますけど、総ざらいの問題でね、まあ、式がこういうふうに与えられておりまして、で例えば括弧1番、ごめんなさい、括弧3番でね、需要の価格弾力性の定義っていうふうに書いてますけど、この定義のところを、まあ、しっかりと、今回の問題も聞かれてましたし、そして、その需要の価格弾力性の均衡点におけるね、この、括弧3番なんですけど、均衡点における弾力性の計算ということで、もう総ざらいでね、もう全く、まあ、計算式はもちろん違いますけどね、与えられている需要曲線、供給曲線の式はもちろん違いますけれども、全く同じような問題を、ね、やっておりましたので、まあ、総ざらい、ここのところ復習されてた方は、ね、本当に、まあ、そのまま出てるじゃないかというような感じだったかもしれないですね。で、だからまあここまでですね、丸1から丸4までありますけれども、ここまでね、ちょっと、まあ、できれば全部取っていただきたいかなというふうに思いますね。まあ、ただここがちょっと難しいかなというふうに思いましてですね、また戻りますけど17ページなんですが、括弧の2番ですね、外部性への対処の方法についてという問題でありまして、まあ、こちらが若干ちょっと難しいかなということであります。で、まあ、レックの模範解答では私の方で直前期でね、やらせていただいてたのが、ちょっとあっちゃこっちゃ言って申し訳ないんですけども、また30ページ開いていただければと思いますけど、30ページの一番下の段落ですね、まあ、コースの定理っていうふうにありますので、まあ、コースの定理を直前期にやっておりました、まあ、ですからまあコースの定理で書いていただければまあ満点つくかなというふうに思いますけども、まあ、コースの定理の二要件ですね、まあ、こちら穴埋め問題として私直前期に作っているものなんですけど、まあ、こんなところが書ければですね、まあ、いい点結構来るのかなというふうに思いますね。ただこの、これは括弧の2番の問題なんですけども、括弧の2番って本試験の括弧の2番の問題なんですけど、こちら別解もいっぱいあると思うんですよ。まあ、例えばですね、経済学ではその減産補助金という、ね、考え方もあって、減産するとかえ補助金を上げるよと、そういう、ね、減産補助金というのもあるんですよね。だから減産補助金で書いていただいてもよかったかなというふうに思いますけど、私の講義では残念ながらね、ちょっとそれ扱ってませんので、まあ、ここではまあ私の講義をご受講の方だったら、コースの定理かな、まあ、それでももちろんね、しっかりと2要件書いて、しっかりと記述していただければ満点かなというふうに思いますけどね。まあ、あるいはね、まあ、これだったらちょっと点数がそこまで伸びないかなというふうにも思いますけど、数量規制というね、まあ、ことで書いたとしても、まあ、ある程度点数はつくかなというふうに思いますけどね、まあ、一番いいのは私の講義でもやっておりました、ね、コースの定理かなというふうに思いますね。2要件しっかりと書いていただいて、ある程度のことを書けば、まあ、20点点数が振られているのであれば、まあ、10点ぐらいは来るのかなというふうに、まあ、最低でもね、そういうふうに思いますので、まあ、コースの定理で書いていただければ十分かなというふうに思いますね。まあ、極めて標準的な問題ということで、ぜひですね、取っていただきたかったかなというふうに思いますね。では、次のところに参りますが、21ページですね。
こちらはですね、おそらく村瀬先生という、ね、学習院大学の先生が出題されたかなというふうに思いますけど、昨年と同様にですね、もう本当に、この暑い中見るのも本当に、嫌になるぐらいの膨大な量でね、本当に、私が受験生だったらこの量を見ただけでもちょっとへこんでしまうかなというような感じになってしまうんですけども、ただですね、内容で言うとですね、そこまで難しくないかなというふうに思うんですよね。量が多いんでね、そこでびっくりしてしまいますけど、例えばですね、括弧1からね、22ページ見ていただければと思いますけど、括弧1からこれありますけど、括弧1、これはただ単に労働需要曲線を説明するというね、お話ですし、括弧2なんかは名目賃金の硬直性が存在するときのですね、経済政策の効果ですから、括弧2なんかも私の講義ではもう散々やってるような内容だと思うんですよね。だから括弧1括弧2なんかね、なんか問題文が、非常になんか量が多いんで、なんだろうっていうふうに思ってしまって、しかもあの、ね、本試験という緊張している状況ですから、そういった状況の時にこんな長い問題を見せられたらもう誰でも動揺はしますけども、言ってること自体括弧1括弧2に関しては難しくないかなと。ただね、括弧3ですよね。後ほどちょっと触れますけど、括弧3なんかは非常にレベルが高いかなというふうに思いますね。昨年申し上げたんですけど、問題文の量が多いっていうことはそれだけヒントがね、問題文に込められてるっていうことなんで、問題文をしっかりと読み解けば、もちろん括弧3番は解ける問題なんですけども、ただそうは言ってもですね、非常に緊張感ある状況ですから、どこまで対処できるかっていうことだと思うんですけど、なかなかそういうのを踏まえますとね、なかなかいい点数は取れないかなというふうに思いますけど、実は問題文に相当なヒントがありまして、で、私の講義の範囲内の知識でも結構取れちゃいますんで、そこのところね、後ほどお話しさせていただこうかなというふうに思いますね。ですから括弧3は難しいかなというふうに思います。で、一方で括弧4番ですね、こちらなんかもね、大した問題じゃないですね。括弧4番、長期と短期のですね、消費関数23ページですけどね、括弧4番は消費関数のお話ということで、ケインズ型消費関数が短期であって、そして、クズネズ型消費関数が長期であるということで、こちらは非常に点取り問題かなというふうに思いますね。残念ながらね、直前期には私やってないんですよ。そこがちょっと申し訳なかったところではあるんですけども、例えば24ページ見ていただきましてね、24ページの一番下なんですけども、括弧4番のところで長期と短期の消費関数っていうところをマーク引きましたけど、こうかけて AA 論点であるためってことで、私はそうですね、こうかけの内容はぜひ見といていただきたいと。そしてなおかつ、AA だとか A の論点はぜひ見といてほしいですということを申し上げてたんで、直前期に、やってなかったのは申し訳ないんですけど、AA だったということで、私としては結構書いてくれてるのかなというふうにちょっと期待はしているというような内容ですね。ただ、直前期にやってないので、ここのところは、ちょっとね、落としたとしても、それほどひょっとしたら差はつかないのかなというふうに思いますけど、ぜひちょっと書いていただきたい内容であったかなというふうに思いますね。で、こちらの方もちょっとまず点数から、ね、合格ラインをバーッと見ていきますと、こちら 4問ありますんでね、1つあたり25点だと、仮定しましてね、そうしますと、例えば括弧1番括弧2番ですね、括弧2番は、これもう全部できてほしいですね。括弧2番25点もぎ取っていただければと思います。で、括弧1番に関しては25点満点で、25点取っていただきたいなっていうふうに思いますけど、20点ぐらいでもいけるかなというふうに思いますね、括弧1番ね。で、括弧3番に関しては今からお話しさせていただきますけど、これはちょっと難しいかなと。落ち着いて考えればね、そんなに難しくないんですけど、実はね、ですけども、そういう状況でね、考えると、非常に難しいかなというふうに思いましたけど、5点ぐらいになってしまうのかなということですね。で、括弧4番は、25点満点でですね、20点ぐらい取っていただきたいかなということで、それだけで言いますとね、これ合計するとね、70点ぐらいね、合格レベルではいけるのかなというふうに思いますんで、私としては70点ぐらい取っていただきたかったかなというふうに思いますね。ちなみにね、問題1の方はね、先ほどの外部性の問題1の方は、うまくいけば85点ぐらい取れるのかなというふうに思うんですよ、問題1の方ね。
外部性の方ね、外部性の方は括弧2番のその外部性への対処ですね、そちら以外はまあ、点数取っていただきたいなということで、括弧2以外はまあほぼノーミスで言っていただきたい内容で、85点ぐらい取れちゃうのかなというふうに思いますけども、まあそうは言ってもいろいろあるでしょうから、まあ7割8割といったところでしょうかね、合格ラインはね。で、問題2の方は70点ぐらい取れるかなというふうに思いますけど、まあ7割ないしは6割5分6割そんなところになるのかなというふうに思いますね、合格ラインはね。ではですね、ごめんなさいね、また戻りますけど、問題2の括弧の3番ですね、まあ、こちらねちょっとレベル高いんですよね。で、お話ちょっとねさせていただきますけど、ですね、21ページのね一番下にちょっとマーカーね、引いておきましたけども、線を引っ張っておきましたが、こちらですね、引かせていただきましたけど、まあこちらは何を言ってるのかっていうと、まあ、名目賃金あるいは実質賃金が硬直的であるということで、そして名目労働需要の方がね労働供給を下回ってるというね、そういった状況なんですよね。だからケインズがね、まあ、通常想定しているようなケース、まあ、名目賃金がちょっと高止まりしちゃってですね、需要がそれほど伸びてこなくてですね、供給の方が上回っちゃってて、失業者非自発的失業者が生じちゃってるという、まあ、ケインズが想定しているケースなんですけれども、その状況でですね、その状況で括弧の3番なんです。これちょっと写しますけどね、括弧の3番ちょっと写しましたけど、こんな問題見たことないですよ本当に。私の、まあ、研究している部屋にはね、多分、経済学の本だけで何百冊っていうふうにあると思うんですけど、括弧3番のような設定が書かれている、そういったね基本書はね私見たことないですね。300冊か何百冊が本ありますけど、なのでそれぐらい今回ね、なんていうんですか、まあ、難しいというか、ひねり出した問題ということで、まあ、これはね解く方にとってはちょっと大変だということなんですけど、ただヒントがありますんで、それをちょっとね、掘り下げていきますが、22ページの下の方にちょっと線引っ張っておきましたけど、名目賃金の物価スライド性ということですね。でこれって何かなっていうと、物価が上昇したら名目賃金も物価にスライドして上昇するってことを言ってるんですね。ですから物価水準が例えば10上がるんだったら名目賃金も10上がるということで、同じだけ上昇するということですね。逆に物価水準が下がるならば名目賃金も同じだけ下がるということで、まあ、それが名目賃金の物価スライド性ということになります。じゃあこういった状況の時にですね、 AS 曲線ってどうなるのかということですね。で、これって、まあ、言ってしまえばですね、また24ページに戻りますけど、名目賃金の伸縮性というふうに考えることができるわけですよね。24ページにちょっと線引いておきましたけどね、名目賃金の、伸縮性というふうに考えることができるかなというふうに思いまして、まあ、そこから AS 曲線垂直というふうに持ってっていただければと思いますね。名目賃金が伸縮的っていうのは物価スライド性ですから、物価が変動してですね、そして名目賃金が変動するということですから、名目賃金が、ね、伸縮的に動いてるっていうふうにここで解釈していただいて、そして AS 曲線垂直という流れですね、これ持っていっていただければと思いますね。でもう少しねちょっと掘り下げてねちょっといきますけど、まあ、ごめんなさいね、ちょっと時間があんまりありませんので、詳しいメモはね、どうしても取りたい方はこれウェブ上でアップされますんで、ウェブ上でアップされてからちょっとメモっていただければと思いますけど、すみません、私の持ち時間20分しかありませんので、次が控えておりますんで、ちょっとだけもうバーッとちょっとやらせていただきますけど、まず、通常の労働需要曲線右下がり、そして労働供給曲線が右上がりということで、で今ケインズ型の状況を考えておりますんで、供給の方が需要を上回っている超過供給の状況にあるということで、物価水準、ごめんなさい、実質賃金率が P 分の W スターということで、そして完全雇用を下回っている状況で、ね、労働市場が均衡しているという、まあ、ケインズ型の状況なわけですよね。でここで今物価水準がですね、今物価水準が例えば P0 で国民所得が Y スターだったんですけど、物価水準が上昇しました、 P0 か P1 にね。そしたら何が起こるのかなっていうと、まあ、ここにちょっとメモ取っておきましたけど、物価が上昇しますと、今回物価スライド制ですから、名目賃金は物価スライド制を採用しておりますので、物価が上昇しましたら名目賃金も上昇すると、そういったことなんですね。つまり物価が上昇すると名目賃金も上昇しますので、まあ、したがって実質賃金率でいうと不変だと、実質賃金率が不変だったら均衡している状況は変わらないんで、労働市場における雇用量も不変、
雇用量が不変だったら Y も不変と、まあ、そんな流れなんですけど、ちょっと見ていきますね。一番左側のこの労働市場の図なんですけども、物価が上がっても、ね、物価が上がったら通常ね、実質賃金は変動しますけど、物価が上がっても名目賃金も上昇しますんで、ここの均衡点は変わらないんですよ。ここの均衡点ね、ここの均衡点は変わらないから N スターのままなんです。物価が上昇したら普通だったら実質賃金率がですね変動するんですけど、物価が上昇しても名目賃金も物価スライド制で上昇しますんで、この P 分のダブルスター、ここは不変なんです。不変だったらここで均衡してて、その雇用量も不変ということで N スターのままなんですよ。超過供給のままなんですよ。非自発的失業者が発生している状況そのまんまっていうことですね。で、N スターであれば、労働市場で決まる雇用量が N スターであればですね、国民所得もどうなるのかなっていうと、国民所得はマクロ経済ではですね、生産関数で決まるというふうに考えられておりまして、労働市場で N スターのままであれば、雇用量が N スターのままであれば、所得、生産量の水準だって Y スターのままであるということで、したがって AS 曲線どうなるのかというと、物価水準が変わっても、物価水準が上昇してもですね、雇用量が変わらない。雇用量が変わらないんだったら、Y も Y スターのままっていうことで AS 曲線が垂直になるってことなんですね。ですかね。だからまあ AS 曲線垂直ですよということで、まあ、ここのところだけねちょっとね回答例が分かりにくかったかなというふうな思いましたんで、ちょっと補足ということでねやらせていただきましたけど、回答例の方は基本的に数式でねちょっと展開しちゃいましたんで、まあ、数式じゃなくて今みたいにねグラフを3つ書いていただいて、ね、P が変動しても、W も変動するから実質賃金率は一定であって雇用量は変わらないから、国民所得生産量も一定であって AS 曲線垂直になるんだと、そういうふうに持ってっていただいても全然構わないかなと。数式で持ってっていただいてもいいですけどね。で、そこまでいけばね、あとはまあちょっと読んでいただければ分かることかなというふうに思いますけど、ここのところもちょっとね指摘させていただきますけど、まあ、私のね直前期の講義では、まあ、これも一押しだったんですよ。26ページですけど、期待物価上昇率ですね、期待物価上昇率 πE というのが26ページにこれ載ってますけど、やっぱりフィッシャー方程式ですね、まあ、これ絶対絡んでくるだろうなというふうに私は確信を持って授業してたんですけど、やっぱり今回も、まあ、キーポイントになってきてますよね。フィッシャー方程式に基づくと、まあ、期待物価上昇率の上昇っていうのは、何かというと、まあ、期待物価上昇率の低下っていうのはね、実質賃金率、実質利子率ですね、これを跳ね上げるということで、で投資っていうのは実質利子率の、まあ、減少関数ですから、したがって投資、設備投資は減ってしまうということで、まあ、AD 曲線、ないしは IS 曲線、左シフト、ということだったわけですよね。ですからこの、フィッシャー方程式ですね、そんなところなんかも、まあ、ここね、散々直前期にトレーニングしたところですから、そういったところもねしっかりと押さえていただければ、その、ね、AD 曲線とか IS 曲線がどっちにシフトするっていうのは間違いなかったところなのかなというふうに思いますね。まあ、ただ、まあ、先ほど申し上げましたように、この括弧の3番ですか、これはもう何百冊あるその、ね、基本書と言われる中にもこれはもうおそらく書いてない内容ですから、まあ、非常に今回の問題難しかったかなというふうに思いますね。なので、まあ、括弧3番はちょっと、まあ、厳しいですけども、それ以外は取っていただきたいかなということですね。でそれからごめんなさい、ここもねちょっと私当てようとしてたんですよ。22ページの括弧の1番で、こう価格需要者っていうふうに出てきてもらいましてね、22ページの価格需要者、これプライステーカーですけど、まあ、プライステーカーをね説明させる問題ね私狙ってたんですよ。それが例えば29ページだったんですけど、プライステーカーの、ね、説明問題を私は29ページで全日本公開模擬試験で、ね、出してたんですけども、まあ、それはちょっと今回すかされたって感じだったですね。ちょっと残念なんですけど。でそれからさっきの、ね、労働市場の問題ですね、そこだけちょっと、指摘させていただいて終わりにさせていただきますが、35ページですね、まあ、今年労働市場もちょっと危ないかなというふうに思っておりまして、私は論文実践答練にちょっとなってしまったんですけどね、こちらで扱わせていただきましたね。で括弧の1番だとか括弧の2番で、まあ、労働需要曲線の形状だとかそういったお話をさせていただきましたし、それから、まあ、括弧の3番では AS 曲線がどうして垂直になるのかと、固定派のケースですけどね、名目賃金率が、伸縮的であると、AS 曲線は垂直になるというお話が括弧の3番で述べてるんですけど、この辺の内容ですね、まあ、掴んでいただいてた方は、まあ、先ほどの難問と言われる括弧3番も、まあ、ちょっとね乗り越えることができたのかなというふうにちょっと期待はしてるんですけども、まあ、ただ内容はレベルがちょっと高いと思いますんで、まあ、括弧3番こけたとしても、まあ、それほど影響には合否に大きな影響は出てこないのかなというふうに思いますね。まあ、基本と言われ
われる問題を取っていただければ、まあ、それでいいかなというふうに思いますけども、まあ、一部マクロではハイレベル、まあ、ちょっとレベル高い問題が入ってたかなというふうに思いますけど、まあ、総じて、ミクロもマクロも標準的なレベルであったのかなというふうに思っております。それではすみません、持ち時間が来ましたので以上とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。はい、どうも皆さんこんにちは。多分初めて、まあ、生で接する方もいらっしゃるかと思いますが、普段会計学の方を担当しておりますレクセン講師の高坂と申します。で、私の方からは、まあ、約やっぱり20分ですね、ちょっと、まあ、会計学ですね、簡単にお話をしたいと思います。で、お手元にレジュメそのまま使っていただければ結構ですね。すみません、どうでもいい話なんですけど、普段まあ、私インターネットでしか授業やってないもの、鑑定士受験生にちょっとだいぶ色がですね、ちょっと数日前にちょっと家族サービスで海に行ってきたんですけども、ちょっとこんな色になっちゃいました。ちょっと別に遊んできた、まあ、遊びというよりは遊びなんですけども、ちょっとすみません、なんか先生インターネットで見てた時と肌の色違いますねと言われちゃったあれなんですけど、ね、すみません、ちょっと、こんな色であれなんですけどね。ちょっと20分でさらっとだけですね、ちょっと会計学だけで、おそらく多分皆さんが聞きたいのも次の科目ですね、まあ、鑑定評価理論だと思いますので、ちょっとさらっとだけお話をしたいと思います。で、論文本試験を切るという、まあ、会計学ですね、こちらの方でお話をします。はい、で、レジュメの方はですね、ページで言うとこちらですね、会計学はだいぶ後ろなんですが38ページ目ですね。ちょっとこちらの方から、まあ、さらっとだけちょっとお話をします。で、レジュメ38ページ目ですね。で、まず問題の一番ということで、まあ、どっちが作ったのかまだ正確にわからないですが、まあ、石田先生なんですかね。で、どうでしょうね、パッと見た時の印象としては、まあ、確かにちょっとなんか最初いろいろなんか具体的な、まあ、数値、まあ、金額が出されているのでちょっとどうかなというところもあるんですが、まあ、聞かれている内容はいわゆる現物出資の内容です。で、右のページのところ39ページ目に一応私の方の予想配点書いておきました。で、まあ、当たってるか外れたらごめんなさいという感じなんですが、で、丸一番はやっぱりできてほしいなという単純な計算問題、まあ、計算というか金額を出す問題で、だったら条件の読み間違いだけしないようにしておいてくださいね。1000株丸一番ですね、問いの1の丸一番なんですが、1000株で、まあ、900株については、金銭による入り込みで、100株については現物出資ということで、まあ、これが500万円ということになるわけなんですね。で、土地は500万円なんだということで、ですから、まあ、回答例ですね、まあ、後ろの方にありますが、ここは多分金額として問題なく計算できただろうと思っています。で、ちょっと一応私マーカーつけちゃいますが、皆さんに落としてほしくない、まあ、問題小問ですね。で、丸い、まあ、問1括弧1丸1番ですね、ここはやっぱり落としていただきたくない問題で、この問題は数値の根拠をかけて書いてないんですよ。要するに金額だけ求めろって言ってるだけなので、ですからこれ数値の根拠を求めなさいと言われるとめんどくさいです。要するになんでこの金額になるんですか。で、特に丸1は多分いけたんじゃないのかなと思ってはいるんですが、丸2ですね。で、ちょっと、で、実はこれもいろいろ議論があって、これよく読んでみると、まあ、1000株のうち900、丸2番ですね、丸2番なんですが、1000株のうち900株について、で、問題は、まあ、よくわかんないですが、定価に土地の価格を500万円ともう記載しちゃっていて、期日までに金銭の払い込みと土地の給付を受けちゃってるわけですね。要するに定価にもう先に500万円で書いちゃってる、500万円で書いちゃって、でちょっと よくわかるんですが、後から鑑定士の先生かなんかに依頼したらこれ100万ですよと言われちゃった、マジかみたいなガーンっていう感じなんですが、いや俺500万で書いちまったけどっていう、いやいやいや定価には500万って書いちゃったんだけど鑑定士の先生に聞いたら、いやこれ100万ですよと言われちゃったら、いやちょっと黙っておきましょうみたいなところもまあ考えられなくないんですが、でこれはでこれ根拠を書くとこれ会社法の規定が絡んできたりするのでちょっと大変です。会社法の規定が絡んできて、実は500万円以下の場合には検査役の検査って不要なんですよ。だからこの500万円ってこれ多分先に書いちゃったということなんでしょうけど、先にも定価に500万円って書いちゃったんでしょうけども、500万円以下の場合には検査役の検査がいらないので、まあ、500万円って書いても、まあ、特段問題がないんです。だからで多分これ500万円という金額にしちゃってるのかなと思うんですが、そんな会社法の規定は多分誰も知らないと思います。鑑定士で私も知りませんでした。会社法の規定にありますね。ですからで知らなくてもこの丸の字盤、さっきも言いましたけど金額を求めなさいと言ってるだけなので、根拠をかけとは言ってないですから、
そうすると、まあ、資本金ですね、資本金はまあ大丈夫かと思うんですが、問題はこの土地なんです。現物出資で土地をもらってるわけですね。でこの土地っていくらですかって聞いてるわけなんで、これ、まあ、鑑定士の先生にはと、まあ、書いてないんですが、土地に対しては時価ですね、時価は100万円ですよって書いてあるので、これ、まあ、答えは100万円です。それだけの話になりますので、まあ、2番も、まあ、土地ですね、現物出資、まあ、土地を受けて、まあ、土地の給付を受けてますので、現物出資の場合には時価等を基準にして公正に評価した金額だという規定が頭の中に入っていれば、これ100万円という金額になるだろうなということで、ここも実は根拠は難しいですよ、繰り返しになっちゃいますが、なぜこの金額になるかというで、これ誤謬の訂正が絡むんじゃないかとか、ちょっといろいろ深読みもできるんですが、これそもそも問題なんじゃないかと、500万円先に書いちゃって、で後から100万円です、これはちょっとあまりにも雑すぎるだろうということなんで、いろいろ誤謬の訂正に当たるんじゃないかとか、いろいろ深読みもできるんですが、ただいずれにしてもやっぱり金額としては100万円だろうと思います。ですから、まあ、土地ですね、現物出資の場合には土地100万円という金額ですね。でこの2つはちょっと、びっくりしちゃった人もいるのかなと思うんですが、一応金額冷静に、別に単純に掛け算したりという、そのぐらいの計算ですから、手計算でもできるぐらいの計算です。でできればこの2つで、一応右のページ書いておいたんですが、配点は一応私がもし試験員であれば5点ずつ振ってます。ですから両方で10点ですね。で次括弧の2番、これは私完全に外されました。申し訳ないですが、括弧の2番はこれ実はこれ書かなくてです、ちょっと見てるだけで結構なんですが、括弧の2番は会社法では資本金、準備金、剰余金で分けてるんです。こうやって分けて表示をする、会社法では。で企業会計ですね、企業会計では、第5号って書いてありますが、企業会計では表示の仕方がちょっと違う。でなんでこういう違いが出ちゃうんですかって聞いてるんですね。でそうなってくると、ただ0点はちょっと避けてほしかったんですが、会社法ってこれ一番最初の多分授業でやってます、いわゆる債権者保護なんですよ。そこを書けば1点ぐらい多分くれると思います。要するに会社法と会計って目の付けどころが違ってるんですよ。会社法って債権者を守るっていう意図で会計を考えてますので、債権者を守るためにはここまでは配当していいけども、これ以上は配当できませんよって、そこで明確に線引きたいんですよ、会社法って。ですから会社法はここです、資本金と準備金、この2つ、資本金と準備金、会社法ですよ、会社法は資本金と準備金は外に出さないでくださいね、勝手に配当しちゃダメですよって言って、でそれ以外は逆に言ったら配当していいんですよ。要するにどこで線引っ張るか、要するに配当できる部分と配当できない部分はちゃんと明確に線を引かないといけませんよという視点。それはなぜかというと、債権者の立場を守りたいんですよ。例えばどっかの会社潰れるかもしれない、潰れた時に債権者守らなきゃいけないですから、その時に会社の財産を守らないといけないんで、下手に配当なんかたくさん出しちゃったら会社なくなっちゃう、財産なくなっちゃう。ですから、そういう視点なわけです。で企業会計違うんです。企業会計は投資家からまずお金を集めます。投資家からお金を集めて、それを運用して利益を出すんですね。そうすると資本と利益を分けなきゃいけないんですよ。我々投資家の立場に立って考えてください。今度は投資家です、債権者ではないです。債権者ではなくて我々投資家の立場に立って考えたときに、我々が元手になるお金を出してるんで、我々が元手になるお金を出して、それを運用して会社というのは利益を上げてるわけなんで、そうすると資本と利益をちゃんと分けなきゃダメですよという視点で表示を考えるんです。でそこを折衷案みたいに考えてるんですよ。だからちょっと難しいんですが、おそらく、一応買い取りは買い取りなんですが、会社法と企業会計はそれぞれスタンスが違ってるというところだけ書いておけば、0点にはならないだろうなという感じですね。一応私の予想だと多分 5点振ってます。でできれば今私が指摘した内容、要するに会社法は債権者を保護するという立場で考えている、それに対して企業会計は投資家保護という目的で考えている、その辺が書ければ5点中1点から2点は多分くれますという感じですね。で次です、括弧の3番で、これもちょっとすいません、いやほとんどやらなかったんですが、括弧の3番ですね、この実は先に言っちゃうと、今年の本試験問題でこの括弧に括弧さんがちょっと、やられたなっていう感じです。ちょっとここ聞くかってい う厳しいところ突っ込んできたなという感じだったんですが、括弧の3番ですね。で括弧の3番で、実は私が学生の頃まだ若くて、ですね、会計やってた時はこっちダメだったんです。資本金の方、資本剰余金って書いてますが、日本の方から配当しちゃダメです。昔はそういう規定だったんです。で今はどっちでもいいんです。その他資本剰余金でも、その他利益剰余金でも、これ書かなくていいですからね。
こっちでもこっちでも今の規定でいうと昔はダメだったんですよ。昔は資本剰余金から配当ってできなかったんです。でも今はその他資本剰余金でもその他利益剰余金でもどっちでも配当していいですよって。でどっちからでも配当ってできる、どっちからでも配当できる。でもじゃあ同じですかって、同じですかって違うでしょって、で、ごめんなさいね、違うでしょって感じになっちゃうんですが、そうすると何が違うんですかって聞いてるわけね。そうするとその他資本条件、こっから会社と、まあ、配当できるんですが、この場合にはこれ株主から集めたお金から配当するみたいな形なんで、資本の払い戻しという性格を持っちゃうんですよ。ですから株主から集めたお金をもう一回配当という形で株主に戻してますよという形になっちゃうんで、これ資本の払い戻しというような性格を持って、ところがそれに対してこっち、その他利益剰余金から配当する、その他利益剰余金から配当するということは儲けたお金から配当するということなんで、これは会社が1年間活動やって儲けるわけです。で儲けたお金から配当するということなんで、成果の投資の成果の一部を戻してあげてますよと、配当というか収益ですね、会社というのは収益を上げますので、収益の一部を皆さんに配当として渡してますよというところで、そこが、まあ、性格ですね、キャラクターが違っているということです。ということなんですけども、やっぱちょっとこれ厳しいと思います。ここをやっぱ記述しするっていうのは、私今年の問題見ると2と3がちょっと厳しかっただろうなという感じです。で、なんとなくまあなんかぼんやりとしたことを書いても多分1点ぐらいはくれるかなと思いますので、ですからカッコ2カッコ3は私は右に書いてありますが、それぞれ5点ずつ配点を振ってます。それぞれ5点ですね。で5点ずつの中で1点から2点多少もぎ取って、あの間違ったこと書いたらダメですよ。全然間違ったこと先生怒っちゃいますので、あの一応それらしいことだけ書いておけば1点から2点ぐらいは多分くれるだろうという感じで、次です。ちょっとここは、ま、マーカーをご存、マーカー持ってる方はマーカーでもいいですが、カッコの4番、これは私は結構当連なんかでも直前期に、やっている当連なんかで自己株式ですね、自己株式の会計的な性格は直前期に、やってますんでね。でここは日本は2つの考え方あるんですが、日本は資本の減少説というのを、向上説ですね、取ってますんでね。でその辺の、まあ、我が国はどっちの立場を取ってますか、自己株式はやってますんでね。ここはか、で私は多分ここ10点振ってくれてるんじゃないのかなと思ってます。ということはちょっと戻っちゃいますが、ここの今マーカー付け最初の、まあ、計算というかですね、ここ5点5点で10点、それから自己株式のところちゃんと根拠も合わせて、根拠も合わせて10点、ちょっとこれで20点です。で最後今度は研究開発費ということで、まあやっと出たのかなという感じですが、かっこいちまさか授業を受けていてできなかったという人はいないと私は信じているわけなんですが、研究開発の会計処理は直前期にやってますんでね、一応やりましたんで、これ全額費用処理です。でその根拠も当然このままもほとんど答案練習でそのままも問題でレクでは出してますんで、ここも私10点振ってます。ということはちょっと一回ちっちゃくなっちゃうんですが、今マーカーつけた多分ここクリアすると30点つくんですねという感じだと思います。ただいや先生ちょっと厳しいなという方もいらっしゃるんで、あとここのところ2と3は私これもよく言ってきたんですが、証文って基本的に後ろに行けば行くほど難しくなります。証文はで最初の方は簡単なんですが、で括弧の2番なんですが、これあまり詳しくやってません。研究開発費イメージはできると思います。研究開発費ですね、イメージはできると思うんですが、研究開発費に相当するような原価要素って何ですか。これ多分完璧に書けた受験生ゼロだと思います。でここはぼんやりととりあえず人件費、まあ、これ人がいなかったら研究開発できませんので、人件費だとか原価償却費だとか、まあ、いろいろもろもろですね、研究開発で。ただこれはダメですよ。研究開発費を構成する原価要素って聞いてるんで、研究開発に、該当するような費用じゃ、それはそのまま言葉なぞってるだけですから、ですから人件費だとか原価償却費という言葉が含まれてないと多分先生点数くれないですから、単純に研究開発に、費やした 費用であるとかって、それじゃあそのまま研究開発費を言ってるだけですから、研究開発費を構成する限界要素って何ですかということで、少し具体的に指摘をしないと多分得点になっていかないだろうと思います。ただここは、まあ、あまり強調はしなかったんですが、まあ、一つ二つ具体で先ほど言いました人件費ですね、人件費だとか原価償却費だとか、まあ、その辺は研究開発に関する部分ということで、まあ、多少入れておくと多分私これも5点振ってるんですが、5点中1点や2点ぐらいは多少先生くれるんだろうと思っています。で最後これもあまり強調しなかったんですが、実はこれですね、研究開発の目的でと書いてありますが、あの研究開発にしか使えないと解釈してください。研究開発にしか使えないこれ、まあ、土地とかで、ね、これって固定資産じゃないですよ。
資産計上しないですからね。でこれはもう一回戻りますが、括弧1に戻りますが、研究開発にかかった費は全部これ発生時に全額費用処理になっちゃうんですよ。ですから括弧3番ですね、研究開発の目的でということで、要するに研究開発にしか使えないということなんですが、基本的にはこれ全部購入取得時に費用です、全額費用として処理をするという形になりますので、ちょ、まあ、会計処理自体は単純な会計処理になります。ただちょっとこの辺はあまり強調しなかったので、まあ、厳しかった人いるかもしれませんが、とりあえずマーカーつけたようなところを中心に、まあ、点数取っていけば、まあまあなんとか、30点ぐらいですね、6割ぐらいはいけたかなという感じです。はい、でちょっともう一問ですね、次の問題解説しますので、ちょっとバーッと進んでいただいて、はい、42ページ目、もう一問ですね、問題の2番あります。でどうでしょうね、これも私パッと見たとき、まあ、一応ほっとしたというのが第一印象なんですが、外したらちょっと今日皆さんの前に立てなかったなという感じもするんですが、一応資産除去債務に関してはこれは一応強調しておいたつもりなので、これは一応で、私これちょっと少し本筋と離れますが、皆さんに、まあ、インターネットなんかで授業をやっているときはこの定義ですね。で私、まあ、皆さんのお名前全然知りませんけども、皆さんの答案添削するときにほとんど例外なく定義は正確に書いてくださいねってコメントしてると思いますよ。私これ授業中もううるさいわって言われるぐらい多分言ったつもりなんですが、定義書けないっていうのは勉強してないって自分で暴露してるようなもんですから、定義を書けないっていうのは絶対ダメです。で私いつも言ってるんですが、定義って一番最初に聞くんですよ、正問で。でここが書けてないと多分そこからしたら読まないですから、多分先生は。ですから資産除去債務の定義なんて、ここで要するに資産除去債務の定義まさか書けないっていうのは、これはもう多分先生としてはもうこれでもうピキピキピキってきてますけど、もう全然違うわという形になっちゃうと相当悪意で採点されちゃいますので、ですから逆に言うとちょっとまあここからまたマークをつけていきますが、私これそれぞれ10点振ってるんですよ。ですからここは完璧に捉えてほしい問題で、資産除去債務ってそもそも何ですかということ、もう根本的な定義です。ここはやっぱり取らなきゃいけない。で問題は次です。これはちょっと厳しい。有形固定資産の除去って何ですかという、これの定義ですね。除去の定義は厳しい。でこれはおそらく私これも10点振ってるんですが、10点中5、6点がまあいいとこだろうなという感じです。ですから、まあ10点中、まあ、なんとなく除去ってこんなものですよということで、これはちょっとまあ仕方ない。ただ、もう一回戻っちゃいますが、一番最初これ持ってきてますけどね、もう先生の気持ちよく分かります。要するに資産、まあ、この問題資産除去債務なんですが、資産除去債務の定義は書けますよねって言ってるわけですね、受験生に。これは書けてないとおかしいですよと言ってるんで、これ書けなかったらアウトですよっていう。でただこれがよくわからない。括弧の2番、会計処理を行う目的なんですね。でちなみに私が若かった頃は資産除去債務なんていうものはなかったんです。最近、まあ、最近というか、でなんで今頃になって資産除去債務なんて出てきたんですか。で、まあ、いろいろなんとか学園問題とかってあるようですけどね、なんとか学園問題の問題を聞いていても、やっぱり除去ってすごくコストがかかるなっていうのは、大体ああいうニュース見てても分かります。ですから、やっぱりもともと建物が建っていた、もともと建物が建っていて、それを除去するときに本当に多くのコストがかかっちゃうんですね。で昔はそれなかった、そういう会計処理ってなかったんですよ、昔は。でそれが今に、まあ、今というか、まあちょっと前に出来上がったんですが、資産除去債務というものがすごく大きな問題としてやっぱクローズアップされてますよということで、ただその目的なのか、会計そもそも資産除去債務という会計処理を行う目的ということなんで、ちょっとこういう聞き方ってあんまり普通しないんですよ。ですから一応回答例書いてたんですが、我々と、ごめんなさい、ちょっと、まあ、私の顔あんまり映さなくていいかなと思ってたんですが、投資家ですね、投資家の立場に立ってください。例えばどっかの会社が持っている建物、20年後に除去が決まってます。で除去が決まっていて、例えばちょっと具体的な金額は分かりません、具体的な金額は分かりませんが、例えば5000万ぐらいかかっちゃうから、そうすると5000万、例えば20年先ですね、20年先に5000万かかる、ちょっとお金その分用意しておかなきゃいけないね。ですから用意しておかないといけないんですが、それは我々投資家ってその情報を知りたいんですよということです。ですから投資家に向けてきちんとした情報を提供するんだったら、この資産除去債務って今は看過できない問題になってますので、当然これは我々投資家の立場に立ってください。我々投資家の立場に立ったときに、会社が例えば何十年も、まあ、多分何十年も先なんでしょうけど、一般的には。ですから資産除去に関わる費用ですね、いくらぐらいかかるのかというのは我々投資家知りたいんですよ。
だから乗っけてるだけです。であとは会社の立場で、その固定資産を持ってる会社の立場でも何十年先に例えば数千万のお金がかかっちゃうかもしれない、その分のお金って用意しとかなきゃいけないわけですから、会社の立場でもやっぱりそれをきちんとした会計処理をするというのは必要なんですね。という意味で意図でこの会計処理というものが作られてますよというような、これはぼんやりで結構、別に定義ということではないので、ぼんやりとしたまあ内容でもまあまあ大丈夫かなと思うんですが、ちょっともう一回モニター切り替えちゃいますが、この目的ですね、なんで資産除去債務ってやるんですかということなんで、目的については一応投資家の立場に立った考え方と会社ですね、企業の立場に立った考え方、それぞれの立場で一応説明はつくということですね。であと次ですが、過去の3番、これはどうですか、後ろのページに一応的中情報というか載せておきました。大体、もちろん数字は違うんですが、大体同じような計算、レクで直前期にやってきましたので、ここはできてほしかった、そんなにひねった問題ではないです。なんかすごく難しい、ただ割引率が 3% の割引率 で耐用年数が5年ですかね、耐用年数5年ということなんで、ただ電卓使っていいわけですから、割引率が 3% ということは 1+0.03%、 それでどんどん5年、耐用年数5年ですからね、それの5乗で割るみたいな形になるわけなんですが、電卓使えば別にそんなに難しい計算ではありませんので、まあ、一応そうで、ちなみに本当に細かい話で申し訳ないんですが、これってこれ小数点以下、これ書かなくていいんですが、四捨五入しますよと書いてあるんですが、普通これ先生がこれ万円って書いてあるんで、万円以下で切りますよ普通は。ただ円以下で切っちゃった人いるかもしれません、多分まあどっちでも正解にしてくれるんでしょうけど、普通はここに万円って書いてあるんで、万円以下で四捨五入というのは普通はします。まあ円でやってもまあいいんでしょうけどね、まあ、ちょっと細かい話なんですけどね。でただこの辺は 1,2,3 でできればちょっと厳しいですかね、本当はこれ3つ、これちょっと厳しいですか、この3つの計算はできてほしかった計算です。ですから、まあ、一応ここは、まあ、後ろに回答だけ載せておきました。でここ実は4点3点3点合計10点です。ですから4点3点3点の合計10点を振ってます。でこの段階で他ができなくてももう20点で、次ですね最後これでちょっと終わりなんですが、これが受け負い工事で、どうでしょう、大丈夫だったかなと。で これ空欄補充ですかね。で私の推測ではこれあいうえおということで5つ空欄補充があって、各2点、2点かける5、10点です。ですからここはできればちょっと厳しいですかね、ここはできれば空欄あからを全部埋めて、ただ原価比例法というちょっとそういった言葉ですね、もう聞かれてしまったんですが、ちょっとそれは厳しかったと思うんですが、で今マーカーつけたところだけ、他が全部できなくても多分これで30点いきます、という感じです。であとはまあちょっとこの辺少しぼんやりとした定義を書いておくと、多分これで30はクリアできる、で大体それでいいのかなという今年の問題です。で一応、最後に一言だけで、今年は比較的的中率高かったと、まあ、一応自負はしているんですが、で理由あります、別に問題知ってたからというわけじゃないんですが、今年で2人とも試験終わりです、4年目です。で4年周期で変わりますからね、ということは今まで3回問題出してるんですよ、この2人の先生だから読みやすい、要するにボールの軌道が分かってますから、別に当てたから言うわけじゃないんですが、この先生の癖ってもう分かってるんですよ、来年は新しい先生変わりますからね、今度はまた新しいピッチャーになっちゃいますんで、どんなピッチャーが出てくるのかということで、なんかもうあんま具体名出すと今これなんか YouTube で上げられてるみたいな、あんまり名前出せないんですが、お前はなっていうようなボール投げてくるようなピッチャーだと打てないんですよね。ですからちょっと申し訳ない、すみません最初に謝っておきますけど、来年はちょっとここまでの的中率はちょっと厳しいかなという感じ、まあ、もちろん全力で当てようとは思っているんですが、来年多分2人とも交代しちゃいますので新しいピッチャーになっちゃいますね。そうするとただおそらく傾向は変わらないと思います。要するに証文形式があって、ところどころで計算を入れるということで、計算も決してそんなに難しくない計算です。で何度もしつこく言うように、定義かけなかったらダメです。もう定義はもう私も何回も言ってきたと思いますよ、定義は書いてくださいねということで、特にはもう細かいところはまあいいんですが、重要な言葉の定義ですね、そこのところは基本的な学習姿勢としてやっぱり貫いておいていただきたかったなという感じですね。一応私の方からはまあそれぐらいということで、あとはですね、ちょっとまあ多分もう皆さん最後ということで、あと次の、ね、科目の、先生にバトンタッチをしたいと思いますね、じゃあぜひまた、次の試験の方ですね、しっかりとお聞きになってください。一応私の方からはここまでということにしておきたいと思います。はい、はい、皆さんこんにちは、英略専任講師の川原です。では鑑定理論について説明をしていきます。お手元今度は鑑定理論の方のレジュメをご準備してください。こちらを使って説明をしていきます。
鑑定理論ですね、最後の最後の演習で、DC 法というラスボスが待ってましたよね、こうグロッキーに皆さんやられたと思います。演習については最後説明していきますので、まずは論文の方から確認をしていきます。はい、お手元、レジュメ開いていただきまして、1ページ目、問題1から確認をしていきます。1ページ目開いてください。はい、問題1は下の合格指針というところ、第一段落見てください。本問は総論第二章、不動産の種別における移行地を題材として、見込み地との比較、個別的要因の把握、一般論、および個別的要因の具体的な作用等問題が出題されています。どちらかというと、その後、やや穴的な問題で網羅的な学習が試される、そういった問題になっていました。じゃあ個別に見ていきましょう。上の問題文見てください。まずは小問の1、中心論点は、移行地の定義ですよね、見込み地と比較をしながらということになっていきます。まあ、ある程度の上位概念を書いた上で、見込み地と移行地の定義をしっかりと、まあ、基準を引用した上で、で対比ということですよね。対比というのは、まあ、ずばり階層の違いなので、下の合格指針のところの第2段落2行目、この大分類感、細分類感ですね、こちらのキーワードをしっかり示すということです。見込み地というのは宅地地域、農地地域、林地域、大分類感に起きる概念でして、一方移行地というのはその内側にあって細分類感の概念なんだってことです。この階層の違いをしっかり示すというのが、この小問の1の大ということになってきます。で続いて上まで追っていただきまして、小問の2ですね、ズバリ中心論点は移行地の、個別的要因、ズバリ基準に該当箇所がありますよね、原則例外論になっているところです。まあ、そちらをしっかりと引用すれば事足りるのがこの小問の2ということになってきます。で勝負どころは小問の3ということになってきます。丸1、間口狭小、奥行き、まあ、広大、あとは地籍課題ですね、この2つの個別的要因がどういった影響を与えるのかを移行の前後に分けて、まあ、重視する点を踏まえて、要は着眼点を踏まえて説明していくのが小問さんの題ということになってきます。主に場面が設定されてますよね。小問さん冒頭で、従来は店舗事務所が立ち並んでいたものの、近年はマンション建設が進んでいる住宅移行地なんだということになってきます。つまり移行前というのは、商業地ということですね。で移行後というのが住宅地。なので着眼点としましては、商業地が収益性で、住宅地が快適性、利便性ですね。着眼点をしっかり示した上で、それを使って、まあ、具体的に説明できたかどうかということになってきます。特にこの問題は下の合格指針のところの下から3行目、特にというところ、特に住宅地についてはマンション建設が進んでいる点を踏まえた説明をぜひしていただきたかったということになってきます。特にまあ地籍課題の方ですかね、こちらでやっぱりこのマンション建設が進んでいるというのがやっぱり何かしら表現として使えますので、問題文に無駄なところはありません。ぜひこのマンション建設が進んでいるということを踏まえた論証を示していただきたかったということになってきます。で、ちなみに、限定科学の問題だったんですけど、一応レックでは公開模試で、この間口だったり地籍の影響を書かせるような問題を出していましたので、そちらの問題をしっかりと復習をしていただければある程度この小問さんについては、ね、対応ができたと思います。でこの小問さんというのが結構合格者の中でも点数が広がって、これ、ね、点差が広がってくる、そういったところだったと思います。これ個人的には今回の論文問題4問の中で、この問題1というのが結構点差が開きやすい、合否を分けたんじゃないかなと思うのが、この実は問題1ということになってきます。そういった位置づけの問題ということになってきます。では続いて問題2見ていきましょう。4ページ進んでください。はい、問題には下の合格指針のところの1行を見てください。本問は総論第5章、鑑定評価の条件に関する平成26年改正の理解を問う問題が出されています。改正分野ということになっていきます。では個別に上に戻っていただきまして、まずは小問の1、小問の1は、証券化対象不動産の鑑定評価の場面において条件、設定してはならない
理由を説明するということになってきます。これなかなか見慣れない問題だったと思うんですよね。初見の問題だったと思います。こういった問題こそ慌てずに、そもそも条件設定してはならない、これって原則例外論でいうとどちらの場面ですかね。条件設定してはならないというのは原則例外論でいうとどちらの場合でしょうか。これ例外論の場面ですよね。例外論が聞かれた場合にはまず慌てずに原則論を示すということです。つまり条件設定の必要性です。留意事項を引用して条件設定の必要性を述べる原則論です。ただ証券化の場面においては条件設定制限されるんだ、なぜですかということです。じゃあどのように対応すればよかったでしょうかね。初見の問題です。こういった対応をしていただきたかったんですね。下の合格指針のところの最終産業なお書きのところを見てください。なお証文1については事前準備ができていなかったものと思われるが、証券化対象不動産の鑑定評価において初見の論点が出題された場合にはズバリ投資家保護との視点を示せばそれなりの回答となってきます。ズバリキーワードは投資家保護です。これ示していればもう十分です。証文の1は投資家保護というキーワードをしっかり示していれば十分に点数がついていきます。慌てずにそういった対応ができたかどうかということですね。それが証文の1ということになってきます。では証文の2、上戻っていただきまして、まずは丸1、未竣工建物等鑑定評価の定義です。まあ、基準を引用しつつ、できれば、留意事項を引用して、未竣工というのは将来時点の鑑定評価ではないんだということです。ぜひこの説明も加えていただきたかったということになってきます。で、証文2の丸2、証券化対象不動産について未竣工等鑑定評価設定するための条件、要件論です。鑑定評価の条件で一番重要なのは要件論です。それがズバリ聞かれたということです。未竣工の場合って要件が追加されていきますよね。その流れをしっかり示していくということです。まずは対象確定条件共通の要件論として鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないということですね。まず1条件示す。ただ未竣工というのはないものをあるものとして評価する、これかなりイレギュラーな対象確定条件です。なので最終的にあるって状態を担保するためのやっぱりこう要件が必要になってくるんですね。なので追加要件としましては完成後の建物を確認できるための確認資料の取得、まず一つ、さらには完成が合法的であること、許認可等の取得、さらには完成の実現性が高いこと、実現性ですね。この3要件が追加要件として加わっていきます。さらに本件は、証券化対象不動産の場面です。証文の1で原則設定できないんですけど、未竣工というのは必要性の高さから例外的に許されています。たださらに1要件追加されます。実現性が高いとはいえ 100% なわけじゃないので、じゃあ実現できなかった場合の損害回避です。これが最後の要件論です。追加的に要件をしっかりと示していくのが問いに対する答えだったということになってきます。では、証文3の丸1、調査範囲等条件ですね。設定対象であります、特定の価格形成要因、具体例4つ示すということです。まずは調査範囲等条件の定義を簡潔に示した上で、ズバリ設定対象、留意事項に4つありますよね。もう淡々と留意事項を引用すれば、これ、事足りる問題ということになってきます。で続いて、丸2、調査範囲等条件で、設定することができる場合、具体例4つ挙げるということです。まずは軽く要件論です。調査範囲等条件設定することができるのは、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがない場合です。その場合が留意事項に5つ示されています。そのうちの4つを挙げるというのがこの問題の題ということになってきます。これも留意事項を淡々と引用すれば十分ということになってきます。で総括しますと、下の合格の指針のところの2行目から見てください。証文1以外は基準留意事項で対応できる問題であり、かつ最も出題可能性の高かった論点であることから、取りこぼしの許されない問題なんだということになってきます。多分他校さんも含めてこの条件の問題は答練とかもしでこう繰り返し出されていたと思います。多くの受験生が十分な準備をしていた、最も今年出るであろうと言われていた問題ですので、もうやっぱりこれミスは許されないです。つまり
合格者レベルですとほとんど点差がつかなかったのがこの問題2ということになっていきます。そういったこれ位置づけの問題ということになっていきます。では7ページ問題3を見ていきましょう。7ページ移ってください。はい、問題3は下の合格指針のところにやはり1行目見てください。本問は総論第7章収益還元法の構成要素である還元利回りと割引率について典型論点から応用論点まで幅広く知識を問う問題ということになってきます。では個別に上の問題文、まずは小問の1の丸1、還元利回り割引率の定義です。もうズバリこれ基準を引用すればこと足ります。基準の引用です。で丸2、両者の関係ですね。算式を用いて、もうこれ大丈夫ですよね。何を使うのか、 R イコール Y マイナス G ですね。この式を使って、要は還元利回りは変動予測を含んでいる一方、割引率は含んでいないですね。その違いを R イコール Y マイナス G を使って説明するのがこの ② の題ということになっていきます。で ③、 両者求める際の留意点です。できれば基準に該当箇所があるんですけど、基準だけじゃなくて留意事項まで、投資家の意見だったりインデックスを参考として活用しなさいとか、そういったこと書かれている留意事項がありますよね。できればやっぱり丁寧に留意事項まで引用して求めている留意点ですね、説明していただきたかったということになっていきます。で小問の2、還元利回りの決定にあたって重要な指針となる原則の説明ということになってきます。こちらについては、下の合格指針のところの第三段落なお書きのところを見てください。なお書き、なお小問2において挙げるべき原則としては、予測の原則が一番手であろうが、その他の原則であっても説明がしっかりとなされていれば問題はないんだということになってきます。一番分かりやすく流れのあるのはやっぱり予測の原則だと思います。小問の1で還元利回り変動予測を含むと書いてあるわけですよね。であるならば予測の原則を活用して、その、ね、予測というのをしっかりと反映していく必要があるんだって論証につながってきます。だからやっぱり予測の原則というのが一番こう流れのある分かりやすい回答ではあるんですけど、別に予測の原則じゃなくても構いません、変動の原則だったり、代替の原則とかも書きますよね、他の原則だってもやっぱりしっかりと説明ができていれば全然これ点数はついていきます。では小問の3ですね、貸出金利の低下が、還元利回りに与える影響、求める方法を一つ用いて説明する、すみません、貸出金利の低下が還元利回りに与える影響、求める方法を一つ用いて説明するとの問題でした。用いるべき方法というのはズバリ下の主要論点のところの丸5のところの後ろ括弧、これ借入金と還元利回りにかかる還元、自己資金にかかる還元利回りから求める方法ですね。借入金と自己資金にかかる還元利回りから求める方法、こちらが用いるべき方法ということです。つまり小問3というのは聞き方がひねられているんですが、要はこの借入金と自己資金にかかる還元利回りから求める方法の説明がある意味中心論点ということです。つまり基準を引用して留意事項を引用して、で基本式がありますよね。基本式をしっかり示して、その基本式の中の借入金還元利回り、これニアリーイコール貸出金利のことです。つまり貸出金利が低下すると借入金還元利回りが低下して、結果還元利回りも低下、低める方向に作用するんだってことです。そういった結論を示せばここはもう十分な回答だったということになってきます。では総括しますと、下の合格指針のところ、まずは第2段落見てください。本問では小問1、丸1以外の各小問において段位に即した分かりやすい説明ができたか否かがポイントになります。でさらに言うと最終段落見てください。近年の本試験の傾向である多小問型の問題においては、各小問においてバランスよく論じることが重要となっています。前半書きすぎて後半失速してしまうような、そういったバランスを書く答案では
合格はなかなか厳しいんだということになってきます。もう本問、今回の問題、問題1から問題は全てもう多少問型になってますよね。そういった問題において結構知識量のある方が前半部分で上位概念を書きすぎてこうスペースいっぱい使ってしまって、で最後の方でこう尻つぼみになってしまった答案結構あり得るんですね。これなかなか合格厳しいです。やっぱりそれぞれの証文にしっかりと配点が振られてますので、やっぱりバランスよく論じていかないとやっぱり、ね、点数はついていかないんだということになってきます。これ大きな差はつかないんですけど、この問題3というのはやっぱりこう分かりやすく説明するというので、やっぱり少しずつ点差が広がってきて、結局合格者の中でもある程度点差が少しは広がってくるような、そういった問題がこの問題3だったということになってきます。では最後問題4、10ページ移ってください。はい、問題4、下の合格指針のところを見てください。1行目、本問は各論第2章を宅地の正常賃料の鑑定評価について平成26年改正の理解をも問う問題が出されています。まあ、改正分野中心ということです。で上戻っていただきまして、まずは証文の1、中心論点は新規賃料固有の価格形成要因です。ズバリ改正によって追加された各論第2章の基準をしっかりと引用すれば十分な証文1ということになっています。で証文の2、宅地の正常賃料の鑑定評価の場面において、1、積算賃料、2、批准賃料、さらには3、配分法に準ずる方法ですね。いずれにおいても、留意点ですね、留意点を説明する、そういった問題です。これ、要は、各論第1章で留意事項がありますよね、留意事項。ズバリこれ、留意事項を引用してくださいということです。この問題文の出され方からすると、この証文2というのは各論第2章の留意事項それぞれあります。その留意事項を単純に引用すれば十分な問題だったということです。つまり証文1、2というのは各論第2章の基準留意事項を引用してしっかりと点数を積み上げてくださいねということです。そういった位置づけの問題が証文1、2ということです。で勝負どころは証文3ということになってきます。証文3、これ賃貸事業分析法について、まず1、どのような方法か、つまり意義です。意義、定義プラスできればこの模範解答例もそうなんですけど、例えば、他の方法との類似性とかですかね、土地残余法、収益分析法、配分法に準ずる方法との類似性みたいなものを示せるともうベターということになってきます。で2、有効性ですね。賃貸事業分析法の有効性、これはズバリこの賃貸事業分析法の適用過程をちゃんと分かってますかって問題です。例えば原価法の有効性ってどんな場面ですかね。原価法の有効性、再調達原価と原価修正できる場合に有効だってことですよね。なので賃貸事業分析法も適用過程が分かっていれば、適用過程に出てくる査定項目ありますよね、それらが把握できる場合に有効なんだって書けばこれ有効性です。要は賃貸事業分析法の適用の流れを分かってますかというのがこの2の有効性ということになっていきます。で3、適用する場合の留意点です。適用する場合の留意点、例えば前提とする予定建物の説明、あとは定期借地権の場合の未収入期間の考慮とか、そういったことを書いていただきたかったということになってきます。でちなみにこの証文さんなんですが、はい、下の問題、合格答案の指針の最終段落のところを見てください。勝負どころは世代が予想された改正分野である証文3の賃貸事業分析法です。で、レックですと的中答練3回の問題2で有効性とかと適用する際の留意点しっかりと出して説明していますので、それしっかりと復習していたならば、どちらかというと他の受験生に差をつけられるような、そういった回答が作成できたんではないかな、リードできるような証文だったということになっていきます。で論文問題4問ですね。じゃあまとめますと、4問のうち割合としては2問が改正分野です。1問が還元利回り割引率、典型分野です。で1問が移行値ですよね、穴的な分野です。だいたい去年もこんな感じです。つまりは改正分野を中心にメリハリをつけてしっかりと準備をしつつ、やっぱり網羅的に穴のない学習をしている、そういったやっぱり王道的な学習をしている人がやっぱり順当に点数が取れる、
個人的には両問だったと思います。4問というのは、これ実力がしっかりと出るような論文問題4問だったということになってきます。で、一方でってことなんですよね、演習の方です。ちょっと演習のページからまたページ番号1ページに戻りますので、演習部分の20ページまで進んでください。演習部分の20ページ、合格答案の指針と書かれているところですね。そちらを見てください。はい、演習分野の20ページまで進んでください。はい、どんな問題が出されたかというと、1行目後半から、証券化対象不動産の鑑定評価という応用的な場面で難易度の高い DCF 法も適用させる問題が出されました。なかなかハードな問題ですよね。次の段落、計算量の削減等が実施された昨年度の演習問題と比較すると、計算量は格段に増加しており、休憩式の問題に戻ってしまった印象がある、そういった問題でした。昨年度短期合格を可能とするために、やっぱりなかなか最後まで書ききれないような問題というのはよろしくないので、計算量をかなり削減するような、そういった演習問題、新しい形式の問題が出されました。じゃあ今年は見てみると、これ揺り戻ってしまってますよね。もう計算量ものすごく多いような問題が残念ながら出されています。なので第2段落2行目後半、記述部分も含めて最後まで書き切れた受験生というのはなかなかいなかったと思います。なかなかこれ難しい問題でした。で、一応レックでは的中答練で一応 DC 法を出しましたので、 DC 法の対応自体は一応準備できていたとは思います。ただっていうことですね、合格答案の指針の第2段落の3行目しかしというところから見てください。第3段落ですね、第3段落の3行目しかし、しかし、定期借家契約のコールなど指示項の把握が容易でない箇所が多々あり、 DCF 法を脳みしで回答することは非常にこれ困難だったと考えられます。DCF 法というのは休憩式の過去の本試験で、2度出されています。平成22年度と23年度で DCF 法を出されています。で、その2年間ももうほとんどの合格者が最後までかけていません。やっぱり難しい問題だったんですね。で、その2年間の大体の合格ラインというのが、まあ、DC 法の初年度純収益までは頑張って、まあ、キャッシュフロー表を埋めてくださいというのがその2年間の一応合格ラインだったんですね。で、今年もそうは言いたいんですけど、この問題は初年度純収益が一番難しいんですよね。定期借家部分稼働率 100% で、それを考慮して初年度からこれ求めていかなきゃならないので、実は3年目以降の方が簡単で、 1,2 年目初年度純収益の方が査定が難しいんですよね。なので、なかなかじゃあ初年度純収益適切に求める人が多かったかというと、それ厳しかったと思います。なので、じゃあ合格ラインですね、最終段落、したがって DCF 法で大きな差がつかないことから、積算価格の試算におけるミスが合否を分けることとなります。問1から問4の記述部分、特に問3の求めるべき価格の種類が正常価格であることをしっかりと説明し、問5の原価法をほぼノーミスで処理できているならば、問6の収益還元法がほとんどこれできていなくても、これ合格ラインクリアできるはずです。つまりポイントは、問5の原価法をほぼノーミスで処理です。これが一番のポイントです。問5の原価法をノーミスで処理できたか否かポイントです。ああ、DC 法だって慌ててしまって、慌てた結果、原価法を間違えてしまうというのが一番やってはならないことです。DC 法収益還元できないことは全然問題ないです。それに慌てずに原価法をノーミスで処理できたかどうかということです。ここがやっぱり最低ラインですよ。この原価法ほぼノーミスが最低ラインです。で、この演習の問題のこれパッと見てどう処理したかというと、多分こんな人いるんじゃないでしょうかね。結構休憩式に慣れた方ですと、DC 法だとすぐ把握できて、あ、これは結構時間が足りなくなる問題だから、記述を後回しにして、言葉悪いんですけど、おろそかにして、で原価法パッとやって、直接還元法、DC 法ですね、収益還元法、DC 法を記述よりも優先させて処理したって方いると思うんですね。いや、決して間違いとは言えないんですけど、DC 法、特に今年の問題は、じゃあ全て埋めて、それに見合った点数がついてくるかというと、内容が難しいので、記述量に比例した点数がつけられる、その費用対効果が、これ、厳しいわけなんですよね。で、計算ってワンワンナッシングなので、しかも DC 法ってこうサミダリ式に間違えていくので、ちょっと間違えると全部埋めても結局ほとんど点数がつかないって、そういったリスクが DC 法にはあります。
なので期日をおろそかにして、もちろん DC 法でそのおろそかにした分をリカバーできるような点数をしっかりと積み上げたならば、それは戦略としては全然ありだったと思います。ただ今年の問題は結構 DC 法難しいので、逆にやっぱり慌てずに期日を粘り強く書いて、期日も一通り書いて、で原価法をちゃんとミスなく処理して、で結果そこで終わってしまった、もう全然収益還元法全然入らなかった、逆にそういった方の方が個人的には相対的に点数は上がってくると思います。これ去年の合格者の点数からも推測されるんですけど、記述の部分についてはかなり配点がやっぱり振られています。記述部分には、ね、かなり配点が振られています。さらに言うと記述部分というのは部分点がもらいやすいということなんですね。書けば書くほど点数をもらえる可能性があって、しかも書いてると部分点がもらえます。計算部分というのは部分点がもらいづらいわけなんですね。なのでそういった意味ではやっぱり DC 法を優先させるってよりも記述の方をある程度粘り強く書いた方が結果的には相対的に点数が、まあ、上目の点数になってきたんじゃないかな。とは言っても、もう今年の問題は合格者レベルの中ですと多分ほとんど差がつかないです。まあ 5,60 点ぐらいが合格ラインだと思います。それぐらいです。もう基本的にはもう収益還元法はもうないものと思ってくらいいいです。もちろんできる人は解けますよ。そういったことはもうトップ10レベルで受かっていく人なので、そういった人は気にする必要ないです。もう基本的にはもう収益還元法は気にしないです。原価法ノーミスで技術はある程度できたかどうか、これがねポイントになってきたんだということになってきます。で踏まえてってことですよね。で一通り教養からこの鑑定理論まで、本試験の内容を聞いていただいて、じゃあ今年の論文試験合格する可能性が結構あるんじゃないかな。じゃあ次に皆さんが目指すべきことは、これ論文試験受かっても鑑定士にはなれなくて、最後の実務修習を受ける必要があります。で実務修習の受け方なんですけど、大きく3つあります。実務修習の受け方大きく3つ。まず1つは鑑定事務所だったり、あとは不動産会社の鑑定部門に就職転職をして、そこで実務修習を積むということです。これがまず一つ目です。今、鑑定業界は人手不足です。なので就職状況はものすごく、ね、売り手市場です。皆さんには恵まれていると思うんですけど、ただやっぱりこう枠が無限にあるわけじゃないので、一応採用枠があります、ね、人数があります。で特に大手の鑑定事務所さんはかなり早い段階でやっぱりその枠を埋めていく傾向があります。つまり合格を条件にかなり早い段階で内定を出していきますので、特に大手の鑑定事務所なんかをこう目指している方なんかはもう今すぐ就職転職活動をですね始めてください。合格発表を待っているようですとこれも遅いです。もうその点ですとかなり枠が埋まっています。なので本当に今から情報を仕入れて動き出すように、でその情報を収集するやり方なんですけど、まずは、全国の鑑定士を取りまとめています日本不動産鑑定士協会連合会というのがあります。全国の鑑定士を束ねている日本不動産鑑定士協会連合会というのがあります。でこれそちらのホームページ打ち出してきたんですけど、ホームページ立ち上げますと上にこうコンテンツが並んでいます。で、右から2つ目に、求人就職というコンテンツがあります。でそこをクリックしてください。そうすると求人情報閲覧というのが出てきます。でこちらに今この試験前後にダーッと求人情報出てきています。でそこでまず自分で調べてみるということですね。面接の日程とかいつまで、出してくださいとこんなに書いてありますので、そこでまず情報を仕入れるということ。あとは、右端論文式受験生こちらにってあります。論文式試験受験した方こちらに、でこれクリックしていただくと全国の実務修習を受け入れてくれる、そういった登録をしている鑑定事務所の一覧が PDF のデータで載っています。そこで例えば自分の出身県とかそういったね実務修習受け入れる可能性がある事務所の一覧が出ていますので、そちらを見ていただいてやっぱり情報を仕入れていただくということになっています。で続いて2つ目ですね。2つ目、大学で実務修習を受けるということです。これ関東だけに限ってしまうんですけど、この水道橋にあります日大と、あとは千葉の浦安にあります明海大学ですね。日本大学と明海大学が実務修習のこれ受け入れ機関になってますので、大学で実務修習を受けるというのが2つ目の選択肢です。で3つ目の選択肢が、民間の鑑定事務所でこの実務修習だけに特化して受け入れてくれる、そういった事務所があります。一番日本で有名なのがこの大島先生の大島不動産鑑定というところです。
東京、名古屋、大阪ですね、東京、大阪、名古屋、3カ所で実務修士に特化してこれ受け入れています。で、その実務修士に関する説明会、講演会みたいなものを10月1日、大島先生、実際なされます。水道橋本校を中心に各中継校で見ることができますので、こういったものを見ていただいて、情報を仕入れていただくということになっていきます。で、2つ目と3つ目ですね、大学で受けるのと、こういった大島先生のような実務修習だけに特化して受け入れてくれる事務所ですね、この2つは今のお仕事を続けながら実務修習を受けることができます。最終的に鑑定士になることができます。平日の夜と週末をうまく使っていただければ今の仕事を辞めずに鑑定士になることができるのが、2番目と3番目、大学とこの実務修習に特化した民間の事務所ということになっていきます。とにかく早め早めです。例えば大学も民間の大島先生のところも一応試験はないんですけど定員がありますので、やっぱり早め早めに情報を仕入れていただくということになってきます。で、一方で、ちょっと一通りこの資料を見てみて合格なかなか厳しいなっていう、そういった方もいらっしゃると思います。そういった方はやっぱり気持ちを切り替えていただいて、ぜひやっぱ来年に向けて論文の勉強を始めていただきたいということになってきます。10月下旬の発表までが2ヶ月ちょっとですかね、来年の合否を左右するといっても過言ではありませんので、やっぱり、ね、すぐに始めていただきたいということで、レックです と,、9月の上旬ぐらいから過去問を潰していくようなそういった当連が含まれたコースなんかも用意しています。そういったコース等々を取っていただいて、で、仮にそういった来年向けのコースを取っていただいて、でも今年論文試験に合格するってことも全然あり得るわけですよね。そういった方には受講料 100% で返還する、こういった受講料返還制度なんかもありますので、心配せずに来年に向けて、ね、学習を進めていくようにしてください。で、今ってちょっと本試験から少し数日経ってますよね。逆に一番ミスがこう気になる時だと思うんですね。あ、こんなところ間違えたとか、あんなところ間違えたとか、そういったことがあると思います。で、実力の高い人ほど自己採点が厳しいので、こうミスばっかり気にすると思います。でも逆にそういった人の方が最終的に受かります。何年か前に本当本試験全然ダメでしたって言って、本当にその子をね、焼け酒に付き合って、でもそんな子がもう平気でこの受かりましたなんて言いますので、本当に今厳しいなと思っている人ほど、実は結構な点数取れています。で、合格ラインは皆さんが思ってる以上に低いです、これは。いい意味で。本当に個別の科目見ていくと、本当に合格答案って大した答案じゃないんですよ。なので、合格レベルというのは思ってる以上に低いので、全然本当に受かっている可能性があるならば、やっぱり次のステップに向けて、早め早めに動くようにしてください。はい、では以上をもちまして、2017論文本試験を切る分析会を終了いたします。お疲れ様でした。